こんばんは、さやかです。今日は緑色の謎の物体を作りたいと思います。緑色の謎の物体、謎めいていますね。なんと力を加えると硬くなり、力を緩めると液状になるという不思議な物体です。この感触、いつやっても驚きです。準備するものです。片栗粉またはコーンスターチ、水、ボール、食品着色料、基本的な作り方です。1、水の量を測ります。おおむね片栗粉 1.5 に対して水1程度がちょうどいいです。2、ボウルにお好みに応じて食品着色料で色付けし、よくかき混ぜます。メロンソーダくらいの色が綺麗です。3、片栗粉やコーンスターチを少しずつ入れ、よくかき混ぜます。一気に入れてしまうとかき混ぜるのが大変です。ちなみに今回使う片栗粉はじゃがいもからできているので、でんぷんの粉です。コーンスターチはトウモロコシからできているので、でんぷんの粉です。これだけで完成です。片栗粉やコーンスターチに水を加えるとできるので、スライムと違ってほとんど失敗ということがありません。気が楽ですね。この謎の物体の特徴は、力を加えると固まり、力を抜くと流体になるということ。ぐっと力を入れて掴むと塊のように握れるのですが、ちょっと握る力を緩めるとダラダラと流れ落ちます。表面を拳で叩くと硬さを感じるのに、手のひらをゆっくり押し付けると吸い込まれます。この不思議な食感に魅了され、何度でもやってみたくなります。片栗粉かコーンスターチを水に溶かしてできる、ゆっくり触ると液体、素早く触ると固体のように振る舞うもの、これはイギリスの物理学者オズボーン・レイノルズが発見したダイラタント現象ダイラタンシーと呼ばれる現象です。最も安価で無害に利用でき、現象を見ることができます。不揃いの粒子、砂浜の砂やでんぷんの粒子の隙間に液体が入り込んだ物体に衝撃を加えると、分子間の結びつきが強くなり膨張することで起こる現象です。衝撃を加えると固体になりますが、衝撃がなくなると再び液体に戻る性質があります。このような性質を持つ物質を
ダイラタンシー流体と呼びます。このような現象を生活の中では砂浜、山芋のすりおろしなどで見ることができます。また伝説では巫女が厳島神社の会場に浮かぶ大鳥居を徒歩でくぐる神事を行うときに海面上を歩き驚かれた神の力などではと言い伝えられてきたそうです。片付けるときには相当な水分を含んでいるので乾かしてから捨てるのがいいと思います。排水口から流してしまうと片栗粉が排水管を詰まらせてしまうかもしれません。手もなるべくキッチンペーパーなどで拭いて大量の片栗粉が排水に流れないように気をつけてください。不思議な性質があるため小学校に自由研究や理科の実験で取り上げられることがあります。夏休みの自由研究にも適している実験です。